有能力はエントロピーリユース。敵の情報は？ヤーコフ軟弱のカタフラクト氷結外周半径 1km のフィールドに入った物質を分子運動って何？さあ地球人よ、アルゴモアの力にどう抗うのです。空気が変化するどころか効率を超低音。なんとか足止めしないと。足止め、冗談。今の移動速度だとあと15分で竜ヶ岩の洞窟まで到達するわ。倒すに決まってるでしょ。関連子モードで行く。目標を確認。バビ、出力最大。序章装置オン。攻撃か。こちら、ハービンジャー招待。装置が効かない。そんな。手も足も出ない。ハビジャリーだ。氷結のエリシウムの名は伊達ではないわ。このシールド、そんなはずは。超伝導状態になり、マイスナー効果で弾かれたのか、空中炸裂モードならどうか。不発、弾頭のバッテリーが凍ってプロセッサーが停止したのか。奪った熱はどこへ。分子運動のエネルギーを次元の裏側で隠している。ヤツのフィールド半径は 1km、 つまり20発あればいける。弾頭の電子次元信管が作動する飛距離は 50m というところか。敵に突っ込む。こっちだわよ。ゴール前にたどり着ければいい。面白いな。来るがよい。ちょっと、空中差別モード、安全距離カット飛距離50。カームに怒られるかな。